ブルーミングデイズ、日々これ良き日。ラリーやパーマストンに影響を受けた形で、大蔵省でも2016年にネズミ捕獲部隊が新設されました。公式ネズミ捕獲長として着任したのは、赤い水玉の蝶ネクタイがトレードマークの黒猫グラッドストーン。彼もまたラリーとパーマストンと同じアニマルシェルターからやってきました。もともと野良猫だったグラッドストーン、シェルターではティミーという名で呼ばれ、あまりにも早食いであったため、特別なアクティビティ付き餌やり機をあてがわれていたそうです。名前の由来は、19世紀に財務省を務め後に首相になったウィリアム・ユバート・グラッドストーンにちなんだもの。就任1年目には22匹のネズミとハエも2匹捕まえ、冷血な殺し屋とも呼ばれているグラッドストーンですが、政府猫の中では唯一の温厚派。犬猿の仲であるラリーとパーマストンが激しい権力争いをする中、建物を出る機会の少ないこともあってか、グラッドストーンは2匹とは友好的関係を保っているようです。誰に対しても優しいその友好的な性格から、大蔵省の PR にも一役買い、2016年のオープンハウスイベントでは、グラッドストーンにカメラを装着し、猫視点で大蔵省を案内する動画が作成されました。そんなグラッドストーンですが、2018年秋、忽然と姿を消してしまい、大蔵省の機密情報を狙う者による誘拐か、はたまた事故に巻き込まれたのか、さまざまな憶測が飛び交いました。幸いにも無事に発見され、公務に戻りましたが、行方不明だったその間、どこで何をしていたのか本人が何も語りたがらないため、その謎は今も分かっていません。他にもイギリス内閣府では、イービーとオジーという親子猫がネズミ捕獲の任に当たっています。内閣府のオフィス街に出ることはないものの、4階建ての建物の中を親子で走り回り、昼夜を問わずネズミの捕獲に奔走しています。白黒猫のイービーの名は、初の女性事務次官エブリン・シャープから。ふさふさした毛を持った黒猫の息子オジーは、公務員が特別委員会の証言を行う際などに用いられる規定を策定したエドワード・オズマザリーから取られたものだとか。男社会の政府猫で、高一点で、しかもワーキングマザーであるイービー。内閣府が作られてちょうど100年という区切りに、ダイバーシティ推進目的での人事決定とも言われていますが、イービー自身は就任に至った経緯も全てが実力と主張しています。残念ながら、イービーとオジーのこれまでの戦果は明らかにされていません。今日は2月22日の猫の日にちなんで、イギリス首相官邸ネズミ捕獲長ラリーと、その他の省庁にいるネズミ捕獲の任にあたる猫たちの話題を取り上げました。日本では各省庁のネズミによる被害をあまり耳にしませんが、古い歴史のある建物を使っているヨーロッパの国々では、ネズミの被害が深刻で、
今日取り上げたイギリス以外にもネズミ駆除のために猫を採用している国があります。数年前、フランスでも大統領官邸であるエリゼ宮近くの複数のオフィスのネズミを食い止めるために2匹の猫を導入したと発表がありました。パリにはネズミが蔓延していて、その数はこの首都に住んでいる人間よりも多いとさえ言われています。フランスの大統領官邸では代々犬が飼われており、現在のマクロン大統領も元保護犬を引き取り一緒に生活しています。イギリス首相官邸でもボリス・ジョンソン首相の意向で元保護犬のディリンという名前の犬が迎え入れられましたが、嫉妬したラリーはジョンソン首相は混乱を引き起こし、その論争に犬までも巻き込んだ、報道陣は犬には注目しないと SNS でコメントし、これを非難。さらには犬を何と呼ぶべきか国民投票を SNS 上で実施。その選択肢は広報の犬、ドナルド、ラリーじゃないやつなど、敵対心むき出しの大人げない対応をしています。犬と猫一緒に暮らすのはなかなかに難しいようです。フランスのネズミ対策、うまくいくことを願っています。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。